ぷよぷよテトリス2ヶ月ぐらい間が空いてる。というわけで、おはようございます、ティラと申します。とりあえず久しぶりにね、撮ってます。あ、上げる頃にはちゃんとなんか上げる頃には普通に辛かってんだろうな。プレイは2ヶ月ぶりです、実は。皆さんご存知でしょうか。アップデートが何回か来まして、このね、キャラがね、増えました。ちょっと見せますね。 DLC で無料追加キャラがね、増えました。ほら、ゆうちゃん、れいくんとか結構皆さん知ってるキャラじゃないね。ぷよぷよの人気キャラクターとかがね、出てね、あ、増えたんだーって。怪しい。クルークってこれ俺知らないんだよね。ぷよぷよの方知らないからさ、どういうキャラなんだろうなっていうのがあるんですけど、こういうキャラも増えてね、ちょっと DLC キャラをちょっとね、ちょっと見せたいなと思うんですけど、その前にね、めっちゃ一つ言います。アコール先生っていう人がいるんですけど、これ裏でやったんだけど、なんかこの前さ、コンピューの格差があるって言ってたじゃん。このコンピューは強いよとかさ、このコンピュー弱いよって、レムレスがそんな強くなかったんですよ。だから前回めちゃくちゃ強かったから、レムレスがね。アコール先生、めっちゃ強いっす。というわけで今回はじゃあさ、DLC で来たキャラがこれ8人いるんですけど、8番勝負やろっか。そう、DLC キャラと8番勝負。勝ち越しで終わるか、負けで終わるか。まあ私は S でいきましょう。よし、ボイスチェンジも入れたぜ。S がいいの？あれ、こんなんだったっけ？ OK! じゃあ久しぶりに、2ヶ月ぶりにちょっとテトリスやろう。どうやらね、スティックの感度とか、重さは変わってないみたいなんで、まあね、いつものこの十字ボタン式で、やっていこうと思います。十字ボタンやりづらいんだよな。さすがにね、ちょっと慣れてきたけど、十字ボタンで今までやってなかったからさ、すげえやりづらい。でもね、慣れていけばね、そこそこ早く組めるようになってるから。よし、DD。ぷよぷよとりあえず DD 打った方がいい。早めに。なんかこんなんだったっけ？ S の声。なんか、S の声こんなんだった。なんか前のさ、ヤンデレボイスの方が好きなんだけど。あ、やべえ！あ、よかった。今ちょっとぶつかってたね。なんかさ、S のさ、ボイスもうちょっと前なんかあったよね。こんなんだったっけ？ S のボイスって。なんかもっとヤンデレみたいなボイスあったじゃん。俺あれの方がいいんだけど。なんかやだなぁ。マイルに戻して。あはははは。ねえ、直すか。やっぱり、勝っちゃった？いまいち。ヤンデレボイスに戻して。ヤンデレボイスに戻して。マジか。ちょっとボイス変わっちゃったね。ちょっとね、今まで使ってなかったの、ボイス。ちょっとごめんね、今日花粉症なんですよ。今までさ、使ってなかったの。で、今日さ、さあ使ってみようと思ったらさ、ボイス違うんだよな。おっと？おっと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 ？ぶつかるか？ぶつかんない、これ。ぶつかる、ぶつかる、ぶつかる。でも勝ったっすよ。これ勝ったっぽいぞ、さすがに。よし、勝ってるっぽい。火力は勝ってる。さすがに DD からのね、連用を組んでるからね、こっちは。ジュリアン。ああ、ほら、カチャってなっちゃった、ほら、もう。これ、十字キーでも勝手になるの何なの？これ前の動画で散々僕が言ってるやつ。十字キーの、十字キーの散々の、ねえ、嘆いて、ちょっと待って。嘆いてたら終わる。さあ、最強と長いアコール先生だ。始めますよ。普通にこの人強いって、なんかプーテトのさ、ワンの時ストーリーで出てきたんだけどさ、普通に強いっすよ、このアコール先生。やるか。強いんだよな、アコール先生。勝たせていただきます、先生。今日は。てか、2戦目からアコール先生。順序で気に、まあ、しゃあないんやけど、2回目からアコール先生来てもらった。やばいって、ほら。ちゃんとあいつハードドロップで組み立ててくんだよね。見てればわかると思うんだけど。さっきの人たち、まあ、さっきはソニックぷよぷよだったからさ、わかんないかもしんないけどね。ハードドロップで組み立てるのは、かなり早い。いやーん。いやーんじゃねえんだよ。あ、やばい、間違えた。ああ、いった、登った、危ねえ。普通にね、強いよ。多分ね、DLC でそのレベルが来てしまったってことになるんだね。ちょっと待ってね。なんで迷ってたの？普通に強いよ、この人多分。いやー、今のは自分がもう完全に迷ってたからね。迷ってる暇はなかったね、今。
通に下手になってる部分もあるから、自分がそこを突かれた感がありますね。やめてね。ちょっと待って、早く DT 組まないと。 DT を早く打った方がいい。 DT 組んで、いやんじゃないんだよ。あー、もうなんでカチャンってなんのこれ。なんでカチャンってなんのこれ。きついきつい、この先生強すぎる。この先生強いぞ。粘ろう。粘ってもダメなんだよな。てか置き方が悪い。ちょっと待って、ハイパイが悪すぎる。ハイパイが悪すぎる。ハイパイが悪すぎるって。先生強い。リデルはね、まあごめん、ぷよテトから入ったから分かんないんだっていうのが正直な感想ですね。こういうのはぷよぷよ原作やってないと分かんないんだろうな。いやーし、なんかさ、アニメ入んじゃん。なんかさ、連鎖するとアニメかっこいいの入んじゃん。あの時がね、地獄。ちょっと待って、DT 組めないやつだ。これ DT 組めないやつだな。DT 組もうとはしてみるけど、かなりきつい DT になるな、これ。よし。で、相手はそんな速くないんだね、今度は。よかった。相手はそんな速くない。見て。見て、変なタワーできたさ。ひどいな。単純に俺が下手になってるな、これ。下手になってる部分もある。間違いない。おった？え、嘘でしょ？ちゃんと持ち直したから、再びミスが起こらん限り、このままやっていけば勝てる。おい！おい、終わった！もう終わったでしょ！もう終わったでしょ！はい、オッケー、よかった。よかった。上の誤入力が多い。この人もさっきの方と一緒で、わかんないんですけど。てか S のさ、ボイス結局戻しちゃった。なんか、ヤンデレボイスが良かったのになんかよくわかんないボイスになっちゃったからさ、あのボイス返して。コントローラー見ちゃった、今。今コントローラー見てた、俺。今完全にはコントローラー見てたわ。なんか、試合始まる前にコントローラー見てたわ。皆さん、こういう大人にはならないようにしてください。私が e スポーツやらない理由はこういうところかもしれません。さあ、準備はできた。始めようか。始めましょう、あれを。さあ、中空きの三列連ですよ。私の得意技、大箱を叩き込む。相手が倒れるまで、僕は三列連をやめない。どうだ、痛いだろ。どうだ、14秒。ああ、もういった。これはいった。相手大連作戻してる。ああ、やった、もういったわ。いじめないで。これはちょっとやりすぎた。自分ができてたことではあるから、ある程度ね。なんで紫勝手にそんな、出しゃばった、今。お前、今から DT するって時に、DT するって時に、お前、空気読むの苦手？もしかして、君ちょっと空気読むの苦手かね？俺みたいな。俺じゃん。お前、空気読むの苦手なやつ。掘りつつ、どっかで連鎖をする。なんで？っていうこと多いな。おお。なんか強弱、なんか差がすごいね。ゆうちゃんレイ君はなんか、あんまりぷよぷよ知らなくても俺知ってるキャラだな。結構人気キャラなんですよね。さあ、ゆうちゃんレイ君、どんぐらい強いか。アコール先生みたいな化け物が出てこないといいけど。あれはもう悪魔だろう、あいつ。あ、でも向こう積むの早くない？なんか、向こうちょっとちゃんと色も合わせて結構早めに積んできてるな。これやばい可能性あるね。ちゃんと押しミスしないように。置きミス、押しミスしないように行こう。ここ安定。置きミス押しミスしないように。それさえできれば勝てるから。そうそう。コンピューター相手だったらそれができれば、置きミスさえなければ、置きミスするからだいぶ隙ができちゃうから、本当に。直すまで。自分、すっごいかかんのよ。立て直しが苦手っていうんですかね。
だ、できなくはないけど立て直すのは苦手だなっていう。え、やっぱり勝っちゃった。かわいい。やばい、強いぞあいつ。まだ終わらん。え、待って待って、積み方めっちゃ綺麗。あいつよく見たらめっちゃ積み方綺麗だからさ、やばいな、それは連鎖できるわけだっていう積み方だわ。やば、まさかこれプーピュー版アコール先生だよその説あるね。ちょっと強いよ、ちょっと強い。もうだから早めに短期決戦しないとそう、短期決戦だね。 DT 組んだ後のさ、さっき開幕が悪かった説はあるから、これ初めの組み方次第だね。初めにちゃんと組んでできるだけ軽く出せるようにしないと。行こうかな、そろそろ。よし行こう。なんでまた今カチャってなったんだろうちょっと行くのやめるわ、一回やめるわ。行こう行こう、やってみよう。ここ入れていく。5、6、7で割っちゃう。いや、向こうの攻撃来るって言ったら早くやんないとって思っちゃったな。いや、待って待って、マジで早すぎない、あいつマジで。え、強すぎない、ちょっと。5、6、7、ほんとどうだどうだ。7いったよ。あ、ぶつかり合った、マジか。え、7で対抗できんの、こっち7を2回打ったのに。マジかよ、まだいる。お互いこれで五分五分みたいな感じだね。マジか、強いんだけど初めのゆうちゃんレイくん何だったんだよあいつ、初めの何だったんだよお前完全に俺油断してたわ、勝てると思っちゃったもん今回も。行こう、組んどいて。いやー、きつ。2列目行こう。2列目で、で、ちょこちょこちょ、なんでそんな早く打ってないじゃんひどい連鎖アニメ、そん、え、え、俺植木そんな欲しないって。さあ、魚王子なんでさっきのあれいいとこなのに、いいとこだったのに、もう何あれ、あんな3個ボって俺置くこと絶対ないって普通にはコントロール的にありえないことに。もうなんか真顔で座ってないでねディスってるよね、しか聞こえねえよ行こう、よし、いいよいいよ。あー、ちょっと待って差がすごいんだよ。よし、置いた、よし、開いた、よし、行こう。気持ちいい、なんとか無言で掘り下げを終えました。なんとか掘り下げを終えて、ようやくちょっとスッキリしたけど、また来たわ。なんかいい勝負してん。なんかさ、早く置こうと思うとカカカカってなっちゃうからさ、ゆっくり置かないといけなくなっちゃってんのよ。本来の力がマジで出せん。本来できるはずのことができないんだよね。よっしゃ、おっと、長かった。もう長すぎでしょ誰だろうもう誰か分かんなくなった。もはやもうプーテト側のキャラ多いからな。なんか、あ、でもプーテトテトリスのテトリス系キャラはみんな出てるもんね、基本的には。一部いないけどそうか、この手のキャラがいっぱい出てくるのが、まあファンサービスでは嬉しい仕様ですね。どんぐらい強いんだ、早いのかな。なんか見た目強キャラだよね。見て、ちょっと待って、向こうやばくない？向こう早すぎない？ちょっと待って、向こう早すぎない？積むの。やばいって、もうアコール先生やんけ。お前、またアコール先生パターンじゃん。めっちゃ早いって積むの。これ圧倒的に俺負けるぞ、多分。普通に強い。これ相手が。あー何これ、もう。練習してる途中じゃん。こういうことで攻撃ができなくなっちゃうの。てか、向こうへ、早い。何？なんか、本家でラスボスとかしてました？もしかしたら。もしかしたらあなた、本家でラスボスとかしてました？なんか、めっちゃ普通に早いし強いんだけど。これさ、俺さ、多分ね、超えなくてもね、なんかね、カチャカチャカチャっていうのがなくても俺負けてるぞ、これ。この人に俺は。
俺これ勝てないと思う。早い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 、マジで早い。諦めない、諦めるとかキャラに言われてるけど俺は諦めないからね。まだだ、俺は戦う、俺は戦い続ける。 2B ちゃんにあるもので俺は戦い続けるぞ。カチャチャチャって何が なければ意外と前線できるかもしんないよ。ワンチャンね、ワンチャン前線できるかもしんないんで、はい、よし、いいぞ、大丈夫大丈夫。うーん、厳しいね、行こう、気をつけて、ボタンに気をつけていこう。はい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 、オッケーオッケーオッケー、まあ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 、で4、まあ4が限界か、4限界だね。いい勝負すんじゃん、ちょっと普通にいい勝負する、これは俺の考え言ってる、こいつできる。でも相手も思ってるぜ、あれ思ってるティラやるじゃんって思われてるぜ、思ってるティラやるじゃんって今相手も思ってるから見せてやろうぜ。1回ぐらい勝っておきたいよね、だって。あ、向こうもテトリス返し、テトリス俺打ったのに向こうもテトリスだったか、やばいやばいやばい、テトリス2回見た、早い早すぎる、向こうの次がこれ入れれないのか、普通に強いぞあいつ。俺これミスった瞬間終了だわ、カチャってなった瞬間向こうがそれやってくるかも。レンリキ、レンリキ使ってそう、なんか向こうレンリキ使いそうだから、わりかしちょっと待って待って待って、俺ちゃんとちゃんとやれてんのに、今回はちゃんと俺自分のさ実力を出せてんのに。待って、普通にちょっと待って、シングルそれティースピンシングルで草。ちょっと待って待って待って、早い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 、ちょっと待って、まだまだこの戦い俺したいっす、まだこのゲームやりたいっす。やめて、諦めろって言われてる、諦めない、諦めない心が勝利を生む。あ、カチャってなった負けた、カチャってなって負けた。もう一回全てを取り込む、クソカチャってなった最後。まあ多分それなくても負けてたぞあれは。早すぎるって、強すぎ、アコール先生みたいなやつできた、またマジかよ、マジか、アコール先生みたいなやつできちゃもうた、アコール先生とこの人が強すぎる、なんだこの名前、こいつの名前なんだ忘れちゃった。この名前わかんないけどめっちゃ強い人。めっちゃ強い人。多分本家そこそこ、なんかこれさ、セリフ的にもさ、なんかパーティー系じゃなくてシリアス系のキャラじゃん、わりかし本当になんかラスボスとかやった説あるな、元ラスボスじゃないのゲーム、もしかして。普通に負けそうです、普通に皆さん負けそうでございます。ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、まだ諦めない。俺できるとこまでやるからね。取ってる以上はできるとこまでやるから。つまりそれって取ってないときは、やらないってことになっちゃうんですけど。まだだ、まだ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 あるよ。ほら、まだあるぜ。まだあるぜ。まだあるぜ。まだある、カチャってなった。もうやばいじゃん。もうやな予感しかしない。何この怪しいグループって、え、何これとこれのどう違うの。知るがいい、我が闇を、中二病じゃん、中二病来たよ、大丈夫かな、中二病活動、これで強いコンピュー全然勝てない、普通にアコール先生並みの強い CPU でしょ。あー、やっぱり早いな、やっぱり積んでくんの早いじゃん、やだやだ、こういう骨太2連戦、なるほどね、最後に、最後あたりにふさわしいさ、骨太2連戦ではあるんだけど、間違えた、ホールドしちゃったよ、なんでこれホールドしちゃったんだろう、ホールドすんのはこいつなのに、普通に速い、 DT でどこまで抗えるか、これ4列連やんないとダメかもね、本当に4列連で一発即死させるしかないかも、正直この手のコンピューになってくると、やろうか、
やるしかないね。行こう。よし、じゃあ4列に入るよ。4列に入るけど、行くぞ。4、5、6、7、終わる。8で終わっちゃう。どうやっても8で終わる。でも一択も、やった。すげえ、いったぞ。お、これチャンス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 。よし、勝つぞ勝つぞ。集中しろ集中しろ。マジで集中すればいける。集中してできるゲームではあるけど、集中してできるゲームやけどさ、集中していけるか本当にこれ。いける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 。さっきの4列でもう一回やろう。そうすればかなり勝てると思うよ。3列連、または3列連でもいいから、とにかくちゃんと連が組めれば勝てるかもしれない。これはちゃんと連が組めれば勝てるかも。どうしよう、欲張っちゃうない。あ、やばい、見て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 、あそこ発進。こうしょうもない負け方し、なんで俺さ負けるときさしょうもねえ負け方になるんだろうね、いつも。しょうもない負け方やな。諦めないぞ。さっきと同じや、同じことができればいけるんよ。さっき間違えてね使っちゃったね、これ。まあでも来たから、一回打っとこう。即死ボックスでこうやね。オッケー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 、勝てる。ちゃんとやれば勝てるかも。やばいな。うーん、もう俺の道が途絶えた。くそ。連の道が途絶えちまったな。もう連で一発でやるしかない。連ゲーム、連ゲームズ、連ゲームするしかないんだけど、こういうやつに勝つには、俺みたいな下手なやつが勝つには連ゲームするしかないんだよ本当は。ただ連が封じられたら負ける。連が封じられたら負けちゃうんだって俺は。あー、次の美濃を見てなかった。兵庫による弊害が今ここに。次の美濃を見てなかった弊害が今ここに。もう一回終わりなき闇を知れ。弱いやつにしか勝てなかったわ。